AK-12 は2011年に開発されたロシア製アサルトライフルである。AK-12 は AK-47 アカム AK-74AK-74M に次ぎ AK シリーズの第5世代に相当する。ロシア連邦軍への納入が提案され、テストが行われた結果、2015年4月、ロシア国防省は ラトニック不評近代化計画の標準化器として、カラシニコフコンツェルン社が製造するアサルトライフルを選定したことを公表した。選定されたのは、AK-12 と同様の 5.45X39mm 弾を使用する AA545 である。マガジンは、通常の30連ボックスマガジンの他に、90連ドラムマガジンも使用可能となっており、 ショルダーストックは傾向性を重視して折りたたむだけでなく、いての体格に合わせて伸縮も可能となっている。レシーバートップとハンドガードをアンダーにピカティニーレールが追加され、拡張性が上がり、バレル部のライフリングやマズルブレーキも詳細は不明だが、新設計されており、精度が向上したという。セレクターレバーはプロトタイプではこれまでのシリーズと異なり、グリップから手を離さずに、 親指だけで操作できる様、ま、グリップのすぐ髪型に備えられた小型のものだったが、現行モデルは従来通りの仕様となっている。射撃モードは、セミオート、三点バースト、フルオートである。フロントサイトは、重心先端からガスポート状に変更され、リアサイトはこれまでよりも後方に当たる、レシーバー交端のピカティニーレール状に設置されている。2019年、 社員が投稿した連続発射による耐久テストの映像では、撃ち続けて480発目の時点で、プラスチック臭と煙が出て、680発目を撃ったところで重心が壊れた。この結果は、a k 7 4 m で同様の耐久テストしたケースと比較して、ほぼ100発分上回っているとされている。2011年6月から、 イズマッシュのアレクサンドロフズロービン技師によって第5世代主力小銃として開発された。この際に試作品の歌唱は AK-12 とされたが、ロシア連邦の政府機関による正式採用名ではない。2011年9月下旬には、ロシア連邦軍は供給量を超える AK-74AM の在庫を抱えているため、AK-12 の採用を完全には、 放棄しないが、採用は見送るだろうとした。2011年12月、最初の試作品が完成し、2012年1月、イズマッシュは試作品を公開し、工場試験を開始していることが報道された。1月24日には、ドミトリー・ロゴージン副首相が、イズマッシュを訪問した。ズロービン議士は既存の主力少女からの改善点を、ロゴージンに伝え、ロゴージンは、 現代的な消火器の要求を満たす新しいアサルトライフルに社員を述べたが主力小銃として採用されることは決定しなかった。2012年5月2日、イズマッシュのチーフデザイナーであるズロービンギ氏はソルネチノゴルスクで行われた省庁間作業部会において AK-12 のプレゼンテーションを軍事産業委員会、国防省、保安庁、内務省に向けて行った。 これら法執行機関すべての職員は AK-74M よりも反動が少ない点などを評価したとされる。国際フォーラムエンジニアリングテクノロジー2012に展示された AK-12 試作モデル。ドットサイト、フォアグリップ、レーザーサイトを装備している2012年6月27日から開催された国際技術フォーラム -2012 で AK-12。12 が展示されたここでは、ズロービンギ氏が AK-12 について AK-12 の開発は完全に現代のトレンドに沿ったものだと発言した。2012年11月、イズマッシュは予備試験のため、モスクワにあるツニートチマッシに AK-12 を送り、11月6日に試験場に到着した。この試験手順が終了しなければ AK-12 は 量産体制に入らないと伝えられた。この頃、ズロービン技師は AK-12 について AK-12 はすでに量産可能ですべての法執行機関の間で大きな関心を寄せている。と発言している。2013年9月、国防省は AK-12 に対して設計の欠陥点を指摘し採用を見送った AK-12 は デグチャリフ記念工場の開発した新型小銃 A545 に比べ信頼性、精度、また人間工学的にも劣っていると判断された。当時の会員議員、フランツ・アドゥモビッチは AK-12 には非常に高い技術的要求をすべきで、国防省は磁小銃への要求を改善するべきだと発言した。また、この年には、イズマッシュは、 コンツェルンからシニコフとして統合された。2015年2月21日、国防省は当時のラトニク計画の基本装備として、競合する A545 に対し重量、コストが優れるとして AK-12 を選択した。しかし、同年4月には A545 の特性も鑑み基本装備として選択した。つまり、どちらの銃が連邦軍に、 正式採用されるか決定していない。2016年5月、AK-12 をもとにコンパクトかつ新縮、折りたたみ式重賞を備えた、カラシニコフ社の新商品、AK-400 の存在が一般に報道された。報道によると、カラシニコフ社は2015年末にシークレットサービス主催の会議で政府機関向けに発表したとされる。 カラシニコフ社は AK-400 をシークレットサービスや保安庁特殊部隊などの精鋭部隊に売り込んでいるとされる。2016年9月、武器、兵器の国際フォーラムアルミア -2016 にて AK-12 は最新型の試作品を発表した。しかし、それまでに改善された AK-74AM の欠陥が回帰しており、 カラシニコフセルシリーズとほとんど見分けがつかないなどと告評されたが、現在に至るまでに改良品は発表されていない。2017年8月20日、ラトニク計画の装備としてのすべてのテストが終了したと報道された。カラシニコフ社によると、連邦軍は主力小銃として AK-12 を採用する予定であるとされている。カービン型の AK-12U。 短期間銃型の PPK-12, 狙撃銃型の SVK-12, 軽機関銃型の RPK-16 が計画されており、輸出型も同様である。民間市場へのモデルも検討されているほか、自己潤滑性のナノコンポジットコーティングの実験も行われている。また、AK-12 のモジュールを用いて、後継や、 重心長などを変化させたバリエーションも考慮されている。ありがとうございます。